三重県道31号大台宮川線は三重県滝郡大台町を通る県道である。起点から終点まで宮川北岸に沿って走る二車線道路である。以下の区間で雨量による交通規制が実施される。この道路は山あいの集落区間を結んでいるため大台町がコミュニティバスとして大台町 A バスを運営し公共交通を維持している。以前は 三重交通が運行していた。主に生活道路として利用される。また、下記を中心に大杉谷や三瀬谷ダムへの、行楽客のアクセス道路としての利用も見られる。ABCDEFGHI30 県 2016P39 平成5年4月1日30県国時第208号平成19年3月30日30県国時 第291号 AB30 県県土整備部、高速道、道路企画室。三重県の道路、県管理道路一覧平成5年4月1日30県告示、第208号、209号 S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び市導平成5年5月11日建設省、示第千1270号、建設省三重県の道路、 無料規制区間国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課所別基本表ありがとうございます。